の ウェンタリー、皆さんこんにちは、ジクです。さあ今日ですね、年末に秋葉原と池袋で金使ってきたです。そちらの Vlog でございます。イエーイ。あ、突然ですが皆さんにご報告がございます。ウェンタリー、ミドウェンタリーなくずーっ。ขออภัยค่ะย้ายแสดงเดี๋ยวนี้ก็รู้จักกันเลยนะจ๊ะก็ขอบคุณนะจ๊ะกล่าวสวัสดีภาพก็รู้จักอันนี้เลยนะคะแต่ซึ่งเกี่ยวกับว่าก็รู้จักซึ่งว่าเขาเกี่ยวกับว่ารู้จักนะคะแต่จะก็ทราบอันนี้นะคะซึ่งจะก็ส่วนเชียวรู้จักอันนี้เลยนะคะแต่ส่วนหนึ่งจะก็ส่วนอันนี้นะจ๊ะซึ่งคราวที่แล้วก็รู้จักอันนี้นะคะแต่ส่วนนี้ก็ขอย้ำนิดหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาดูกันอันนี้กว่าค่ะแต่ว่าก็จะเป็นอันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าอันนี้คือจะเพิ่งรู้จักการแสดงอันนี้มีญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งหลายเรื่องอันนี้นะจ๊ะหลายเรื่องเหรอก็ไม่เป็นไรเราเพิ่งโตค่ะอันนี้เชียวรู้จักเลยสินะว่ารู้จักซึ่งคราวที่เรารู้จักอันนี้เลยนะคะน้าเศร้าเลยน้าร้องไห้เลย แต่ยิ่งจะกล้าสู่เชียวรู้จักเลยนะจ๊ะแต่ส่วนจะกล้าสู่เชียวรู้จักอะไรนะคะอันนี้ว่างเหรอกล้าสู่เชียวรู้จักเลยดีใช่สิละแต่ว่าก็คราวนี้เชียวรู้จักเลยสินะแต่จริงอยากกล้าสู่เชียวรู้จักเลยสินะแต่จะกล้าสู่เชียวรู้จักเลยนะจ๊ะ แต่จะร้ายเต็มที่ส่วนเชียวอันนี้ล่ะอิสราเชียวรู้จักนะคะเต็มที่เลยจ้ะซึ่งจะกล้าสู่เดี๋ยวนี้เราจะมาเริ่มอันนี้นะจ๊ะขอเชิญชมอันนี้ก็รู้จักซึ่งก็รู้จักนะขอเราไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะอันนี้เรามาเจอเกี่ยวกันอะไรไม่มีอะไรเลยまずは秋葉原からスタートでございます。この日アンスのパシャツの診断が発売になったんですけども、最初に池袋に買いに行こうかなと思ったんですけども、なんか激混みだったらしく、池袋本店がなんか売り場4階だけど1階まで列できてるよっていうことで、多分100人以上並んでたのかな。で、案の定なんか昼頃には完売してたっぽくて、秋葉原ならアニメートあるしアンスタッフもあるし安全かなということで秋葉原に来ました。まあ、せっかくアンスタストアに来たということで、アナミヒロさんにアナミヒロ君と画面に映れるかなっていう、おじさん、ピースおじさんも、なんかもう、おじさん、ああ、ヒロ君、もうこれもうすごいダブルピース、我慢してたからね、もうヒロ君、赤、エチ、手袋、タツミ君も、ああ、はい、ちょっと他に欲しい商品もあったので、アニメイトで買うことにいたしました。ということで、アニメイト、秋葉原でございます。動画撮ったら上に、フリーレンの下の服と姫の服見てからもこうテンション上がって、うわ、ね、壁の男に興奮しましたね。で、無事パシャッツを買うことができました。ちょっと今回、絵柄の良すぎて、とりあえず2ボックスずつ購入いたしました。もう、リンネ君がね、推しのリンネ君はエッチなの、今回。覚醒の覚醒を、エッチなの、エロ同士の 2.5 次元舞台ですか。あと、スカラマシュ君の缶バッジも買いましょう。このさ、衣装やばくない？このさ、あの肩が見えてるでしょ。つまりこれドエチンナーを履いてるっていう証拠になるじゃないですか。だから肩、あとほらトーマスもほら驚いてるでしょ。これスカラマシュ君こんなエッチな衣装なんですかって、もうトーマス君のこの様だから、トーマス君も大満足なスカラマシュ君の缶バッジも買うことができて、アニメーターケバルってありがとうございました。トーマスも喜んでるよ。はい、他にもいろいろ買ったんですけども、この日とある缶バッジを50個予約いたしました。ちょっとね、とあるジャンルに爆ハマりしてて、僕最近ほらコロナとかもあって缶バッジとか特にあんまり、あーおー、こんなにいいか、トーティー、トーティーなか、年齢もあってグッズも作りたくなったかなと思ったんですけど、なんか最近なんかまたモチベ高まってきちゃって、ちょっとやれるうちにやれることやっとこうと思って、とりあえず板場作りたいなと思って、
あの700円の看板地55役者、これ来月ね手に入るからちょっとその時に紹介させてください。もう最近なんかちょグッズまたなんかね集めたいな、看板板場とか作りたいなって思うようになってきたから、ちょっとね予約できて嬉しい。ほらギチューってできたの、もうこれからもう板場区でもうサンドイッチ作りたいと思います。でコミケのリストバンドも買ったんですけども、1日目が女性向けで2日目が男性向けなんですけども、1日目のリストバンドが完売したんですよね。でもどうしてもコミケ行きたかったから2日目のだけ買ったんですけれども、でもねこの後池袋行ったら1日目普通に在庫あったんですよ。多分秋葉原だから2日目の男性が多い日のリストバンドをたくさん準備したんだろうなと思って、池袋に行ったら普通に1日目買えたので無事1日目行くことができました。でもあのちょっとあの池袋にないかと思ってちょっと2日目をとりあえず確保した感じですね。はい、そして毎年恒例羅針盤さんで年末の福袋を買いに行きました。今年なんかすごい人気みたいで、もう通販とかも完売しただし、え待ってあるかなと思って、で友達がたまたまね羅針盤の蒲田店の近くに行くっていうから、ちょっと福袋の在庫見てきてくれないって言ったら完売したんですよ。だから待って秋葉原と池袋あるかなと思ってドキドキしながらお店行きました。そしたら見てください、残り1個だったんですよ。なんとか無事に購入できました。もう残り1個、うわまあやっよかったと思っても超ギリギリでなんとかラストワンを手に入れました。あーもう買えてよかった、もうこれ買えなかったらもうおじさん壊れちゃうよって、もうルン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 買えて嬉しいよということで、ちょっとアニメイトと羅針盤で買い物できたんで池袋に移動したいと思います。でね秋葉原駅前がもう原神の男の子たちたくさん走りが立った後で、もちなりくんちちなりくんちなりくん、そしてわーもうユミレットさんも見て、これこうやって見下されたいっていう、見下されて、そしてリオセスリさんはすごい原神の男、これあれですよ、本当公式でケツがでかいんですよ、ちょっとゲームやってる人ならわかると思います。あとアレベドくんも見て、お目目綺麗じゃない、こんな綺麗なお目目吸い込まれちゃうよ、髪の毛も綺麗、そして裏側は勝利先生、もう顔よし体よし勝利先生、これ岩柱でしたね。秋葉原にそびえ立つぶっとい勝利先生、秋葉原守ってくれてありがとう、もっと薄着でもいいんだよ。はい、そしてこちらあのこれ僕かと思うじゃないですか、こちらラブライブの南小鳥ちゃんです。よく間違えられるので視聴者さんもお気をつけいただけると幸いです。こちら南小鳥ちゃんで僕ではあります。あちなみにこちらもソーダートオンラインのアスナちゃんであって僕ではないです。結構間違えられるんですよね、コメントとかでなんか僕間違えられるんですけど、あの今後お気をつけいただけると幸いです。こちらはアスナでございます。あとさ秋葉原駅前にあるラジオ会館でしょ、ここに入ってる K ブックスマジでおすすめだからちょっと紹介しとけば、なんかさ女性の方行ったことない方多いと思うんですけど、ちょっと店内の写真ちょっとあの紹介したいから撮らせてもらいますけど、こんな感じでもう店内広いし在庫たくさんあるし女性向けもたくさんあるし、あのさ結構中古ショップ巡り好きな方、ここの秋葉原駅前のラジオ会館の K ブックス超おすすめだから一回行ってみてほしい。ここねあの僕らのホットスポットです、最近おすすめでございます。はい、そして池袋に移動してきました。池袋の羅針盤さんでもね福袋欲しいからちょっと残ってるかなと思ってお店行かせてもらいました。もうほんと今年人気で完売が早いからね、頼む残っててくれ、池袋の羅針盤の福袋は僕開けたいぞ、クシ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 、島次郎を助けてよ島次郎残っててっていうことで羅針盤さん行かせてもらったんですけども、なんと完売しておりまして、わからされちゃいました。でも他の羅針盤さんの店舗、池袋羅針盤さん何店舗かあって、あのそっちの方では在庫あるっぽいってツイッターで見かけたので、そちらの方に移動したいと思います。でさめっちゃ気になる福袋見切り11万円の福袋あったんだけど、ね、これ何事って思ったら、なんかアンソンのアクリルシャドーボックスっていうなんか4周年の時にアニカフェでなんかあの手に入るなんかアクリルみたいなのがあったのが、それがアンスタ会話でめっちゃ今すごいなんかあのホットな商品で、その商品がだいたい相場が7万から10万ぐらい、それが入ってる福袋ですみたいな感じで、これめっちゃちょっと気になるって思ったけど、じゃああのさリンネ君だったら11万でも買ってた福袋、あまりリンネ11万福袋よかったら羅針盤さん作ってください来年ね。はい、そしてもう一個の方の羅針盤さんですね、ちょうどアニメイト池袋本店のすぐ右隣にあるビルの2階に入ってるんですよ。僕ここ行ったことなくて結構穴場の羅針盤ですよね。多分ここでは福袋残っててくれということで、ツイッターだと残ってそうだったのでちょっと希望を込めて行かせていただきました。そしたらねこちらの店舗の方にはなんと無事あったんですよ、よかった。ちょっとねあの店舗が2階っていうこともあって若干穴場っぽい店舗でもあるので、こっちは無事手に入ることができました。もうパンパンなやつで、こちら動画上げさせてもらって何個か福袋買ったので、ちょっとまた後日落ち着いた頃、これもう福袋開けるの楽しいからちょっとさあの1月後半の楽しみ分としても買ったからちょっとまた開けます。あちょっとあの後ろにハム太郎シリーズが覗いてるね。でさ聞いて、僕ヒロアカの爆王くん好きなんだけども、
今までフィニアだけを集めて、あのアクリルとかくっつけはずっと我慢したの、もうずっと我慢したの、なんかずっと我慢したんだけども、ちょっとでこの羅針盤ジャンプ系の商品も扱ってるんだけど、友達がねヒロアカの商品見始めて、僕もちょっと見て見に触れしちゃうけど、バックホーと向き合わなきゃなと思ってチラッチラって見たら、タンクトップのエッチなバックホーくんがあって、ちょっとバックホースイッチ入っちゃって、もう今まで我慢してた、あーおーっていうことで、もうバックホーなくスタイルに買っちゃいました、今まで我慢してたのに。耐えられなかったよ。爆買いしちゃって。はい、そして他の店舗も散策いたしました。まずは K ブックスさんでございますね。でここの店舗見て、プリキュア5の映像が流れてるの。ガンバラスデータースカッカッカッカーって、もうさ、プリキュア5は僕の心の宿主なので、ありがとうプリキュア5っていうことで、ほんと可愛いね。はい、そしてコスプレ館の前ではチンリさんのコスプレ衣装が頑張って、ここで頑張ってますね。久々にコスプレしてるなって思っちゃう、やっぱり衣装を見ると。うん、はい、そしてここの店舗 BL ジャンルだったりとか、なんかイニシエ系のジャンルがここ多いの。なんかあのときめきレストランボーイフレンド各国ありとか、アムネシアとか、なんかもうほんとここ懐かしいのあるお酒で、なんか泣いちゃうの、オタク、イニシエオタク泣いちゃうから、ここ来ると泣けるからおすすめだよ。うーんって泣けるから。でここのポップがさ、魔導素子のポップあって、これ結構視聴者さんにおすすめされるよね。魔導素子気になってるよな。結構視聴者さんからコメントいただくんだけど、なんかエイジさん、なんか魔導素子のアニメを見てないってどうやって生きてるんですかみたいな、なんで見てないんですかみたいなことだって。でなんかでも面白そうだなと思って、これさ、ちょうど池袋でね3月20日までカフェやってるっぽいから、ちょっとさ、なんか行ったらすぐカフェ行けるし、行ったらあのアニメ見たらすぐカフェ行けるから、なんかちょっと見たいなと思ってますね。ちなみにこの店舗でディアラバのシューさんの投資のエポップがあってたんだけど、1体6万6000円だった。でもなんかこの男の投資のエポップ家に1個は欲しいなと思って、もうシューさんイケメンだからさ、ちょっと6万6000円も納得の顔面だし、欲しいなとか思っちゃったよね。うん、はい、そしてお次はアニメといたんですけど、見て、あのさ、レイブとかフェアリーテールのおなじみ真島ヒロさんの新作の男の子、エッチじゃないのか、エッチな腕見せつけてさ、おじさんを誘惑してきました。本当におじさん軽率だからね、エッチな体見せられたらハマっちゃうから気をつけてください。で1階ではね、アイドリスセブンの皆さんの投資やポッパン、ここね人だかり、マジでヤバかった。あーって思って、あー津波津波、あー、トラオくんって、ゾラくん、光の当てがちょっと悪くて、どこ通ってもちょっとこんな感じになっちゃったんだけどもね、ちょっとごめんなさい。でもトラオくんかっこよかったよ。はい、そして僕の心の友、クロオくん、ハイキューのクロオくんいました。もうクロオくんのぶっとい太もも、もうスポーツで鍛え上がられたぶっとい人も見ないと僕頑張れないから、ありがとう、アニメートとクロー君ぶっといね、ありがとう。でさらに上の階でアイナナの展示コーナーがあったんだけど、小規模なんだけどすごい満足度の高い、あのあれあれだと展示で、なんかここを僕のリスタートポイントとさせていただきますから、本当によかったでさ、映画やってんの知らんかったのし、アイナナちょっと全然なかったけど、映画とかね豪華すぎ、なんか泣いちゃってね、こんな豪華な入場特典を配ってたのと思って、この手袋でマウント取ってるからとかさ、こんな映画行くの毎回楽しい、なんかさ、映画100回行ったっていう人とか言ってたのうなずける、こんな豪華な入場特典だったらさ、そりゃ行くよね、行きまくるよねっていうことで、もうさ、どの特典も絵柄が一致すぎてすごい最高だね、アイドリスセブン。で池袋のサンシャインシティも行ったんだけどもさ、コナン展やるらしいの、1月12日から。めっちゃ行きたいと思ってさ、情報弱者おじさんだから、こういうのも印刷物とかしないと情報仕入れられないから、あ、いいチラシ見つけたと思ってさ、もうこの慎重さを楽しめるイラストいいよね。光彦も行きたいね。光彦が YouTube 頑張ってくれたら僕ももっと行けるから、光彦も頑張ろう、一緒に。うん、光彦にかかってる、僕のチャンネルの再生数。うん、ありがとう。うん、はい、そしてお次は久々に 2.5 系のブロマイドってイケメンの方、俳優さんたちブロマイド漁りたいなと思って 2.5 ショップ行こうと思ったら、何やらビルの様子がおかしくてですね、あれと思って行ったら、見てください、 2.5 次元ショップ閉店したんですよ。気づかなくて、しかも閉店した日2023年2月28日、待って10ヶ月前や、知らなかったんだけど、情報弱者おじさん、待って、悲しい、ここ大好きやったからさ、ブロマイド今後どこで買えばいいのって感じだけど、でも、はい、そしてお次は池袋駅東口にある、あの原神とか海外系のグッズを取り扱ってるショップさんがあるんですよ。でそこで福袋売ってるっぽいので、そこに行かせていただきました。でこんな感じで一般向け女性向けって分かれてて、去年女性向け買ったんですよ。で原神が一般向けっぽいので、今回はね一般向けの方を買わせていただきました。とりあえずね一袋だけ買ったんだけども、結構ねここの中身が充実してるっぽくて、開けるのめっちゃ楽しみです。これもちょっと後日動画にいたしますので、よろしくお願いいたします。
ギャンチも楽しみなのだ、クシクシなのだ。いやこれ結構ね、他のねあの YouTuber さんとかも開けてて中身結構豪華でさ、えこれ めちゃ開けの楽しみってことで、今年もなんとかおたけ福袋をねゲットすることできました。はい、最後は池袋の穴場スポットでちょっと休憩がてら締めさせていただきました。もう今年もおたけ福袋をとりあえず買えて満足でございました。皆さん今年もよろしくお願いいたします。もうみんな元気でいいよね、今年もね、今年もいっぱいなんかすごいすごいよっていう動画たくさん作りますから、おじさん今年もよろしくね。みんなハッピーマテリアル、ハッピーニューイヤーじゃー。เอาล่ะทีนี้เราจะมาในการก็รู้จักวันนี้ขอความเนกรู้จักควบคุมนะคะแต่ว่าก็รู้จักอันนี้ว่าก็คาร์บอนิกเกอร์รู้จักอันนี้เลยนะคะซึ่งตอนที่เรารู้จักเลยเดี๋ยวฉันจะเจอกันด้วยเนาะโอเคเนาะ